今日もご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。香川県高松市垂水町の垂水中央公園に来ました。2022年に垂水中央公園ができ、香川県有数の大きなバラ園になりました。もともとバラ園のあった南園と新しくできた北園、それぞれを歩いて巡ります。平日の午前中でしたが、駐車場へ次々と車が入ってきます。まずは南園、もともとバラ園として親しまれていたエリアです。晴天が続いたので咲き揃い、花壇は満開のバラ。平坦な場所を歩きながら散策することができます。綺麗やな、天国みたい、という声があちこちから聞こえます。この春から造園業者が管理者となり、より一層整えられているように思います。
バラのアーチが咲き揃うのは週末から来週くらいだと思います。時間が経つと徐々に訪れる方が増えてきました。続いて2022年に新しく開園した北園へ向かいます。遊具のある公園では週末のバラ祭りに向けた準備をしていました。開園当初は小さかったバラも2年が経ち大きくなっています。
円を描くように植えられたバラ、こちらは半分程度が満開、残りはこれからという感じでした。この時期には臨時駐車場を開設していて、入園は無料です。もともとあったバラ園に新しい公園のバラが加わったことで、見応えのある大きなバラ公園になっています。